Yay! We can start! Flashback! Mm-hmm. Hey, ship. Very futuristic, yes? Lady. Think she crazy? Wait. の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。出産時間23時47分15秒。時間通りだ、カフカ。Wait, what is that? エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の曲に含まれているの？Okay, let's put it on auto. 3時44分59秒。爆発による衝撃波で。メイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？半物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら。わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってだってエリオの脚本にないものはどうだっていいもの。呼吸するその感覚覚えておいて。Okay, as far as I know, this is a turn based game. Okay, switched. Why do I have to do this? Why?Oh, no, no jumping? What? That's... これはヘルターかしら。うん。若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない？ふーん。私の記憶によれば、クラブの歴史に名を残した80数名のうち、大半は天寿を全うしてたけど。そういえば、数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前、覚えてる？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて同盟のことを言ってるの？
Okay, so this is someone. There's an alliance. Of course, it's a typical MiHoYo game. You can not. Wait. Physics. Wait. Oh, okay. Of course, I can move cursor with thingy. I'm a nameless, of course. 1, 2, 3. Ah, my baby, don't mess around. 半物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。やこの人知ってるわ。ロード・オブ・サイレンス、ポルカ・カカム。見て、顔の部分が空っぽでしょ。この人、全宇宙にある自分の肖像画と彫像を破壊したのよ。興味ないし、さっさと仕事仕事。Okay, so about those people, they have less to say?I'm gonna be honest, I don't wanna hear about every little detail. Can I? Okay. Attack.So, if I understand, the enemy is weak too. Okay, that's ultimate. Fight enemies to regenerate energy. I have to choose enemies. Okay. Wait. Oh, my ultimate is full though. Can I?素晴らしい。 The woman was too stunned to speak. お別れの時間よ。パン。後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。Who the fuck are you? もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの、銀狼？キシン、キシン、キシン。Are you sure about that? 座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば、この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう、
じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと、何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。Counselor of all worlds。Hey, new joiner in the party. Woo! Yes. I cannot jump. That I like jumping in games. I'm gonna take it.先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。Oh, I stroke first. 呼吸するその感覚覚えて。I have no idea. I'm not afraid. Oh, what?I could notice in the last tutorial, not this one. Thanks, game. Hey, 敵がリポップした。 Okay, I want to know what. ガツンと来るやつで行こう。What does the break even do? Okay, it becomes a, it can be used in PvP. バトル体験を改善しないと。このスピードで遅すぎる。She's making big numbers. New feature available tutorials. I know. Oh, I don't know. Wait, that Windows.Okay, now I know. What's that? What do they give? You may find something. Okay, I got Stellar Jade. This is like a.リモクチェム、I guess? 止まって。前に何かいるわ。It's a trap! It's a trap!待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。Okay, switch to skill. Some skill point to use. こんなすぐ餌にかかるなんてね。Okay, so those skill points are shared. Looks like it, at least. Okay, who's basically... Hey.やがて過ぎ去る。お別れの時間よ。あ、またデザインの状況。
変な巻き場ワイプス。誰もいないわ。本当にちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。 Her glasses are weird。 性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。わかったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。All right. Investigate. What is this? Is this a server? この端末、メモリーがなくなってる。ここは監視室。データを削除して逃げたんだと思う。よくあること。Okay, so no data in the server. Classic. What does the tutorial want? Skill points. 宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど、性格は見当たらないわね。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけがない。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。でどうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムからど。Oops. シンプルだけど効果はある。ほら見つけた。How the? Just hack it. With your f***ing mind. これは？奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってばこんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。Okay, hacker girl, let's go. また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど、殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫。こんなところで倒れるなんてことないから。へえ。さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこだ。急ごう。You're not moving your mouth. Why you're not moving your mouth, girl? 独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。
ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。 Yes, bless you. I understand everything. Let's go with Zeebly. 彼に新しい名前をつける？そうね。Okay, I will hold my finger. Here we go. これでいいわ。どれくらい記憶が残ってるの？彼。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。The heck she did?I can talk with her. Where am I? ここ宇宙ステーションだけど、大して重要じゃないわ。聞いて。今とても混乱しているわよね。自分が誰で、なぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど、信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは、私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。これから君は数えきれないほど危険な目にあって恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。Who's Elio? Where are we going? 次の場所へ。用意された未来のために道を切り開くわ。錦織のように君と私は一度に一本の金糸しか折れないけど、それはやがて美しい文様になるわ。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。分かってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて。すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れる。Farewell. 選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。Think she crazy?